とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日も2ついいものが出るまでやめられません。行ってみましょう。最近は3時間かかることはないんですけども、今日はどうでしょう。まああまり妥協せずにね、行きますよ。妥協なしで、行きたいと思います。しゃあ OK ね。よし、ではどうでしょう。いけるかな。お願いします。一発目で来い。まあ惜しいっちゃ惜しいよね。クールダウンショットとバーストボスリングついてるけども、一個微妙ですね。惜しい。ハイランド、まあ使わないよな。マジ。まあまあ一発目こんなもんでしょう。はい、ということで今日も頑張っていきます。バブルだけども違うんだな、これじゃない。エンチャントが全然ダメだ。他も話にならない。ダメ。いや適当な感じでいくとね、死にそうになるね。危ない危ない。でスパイダーアーマー出たけども、波だよね。クールダウンと、霊気にあと防護か。波な感じ。いや今日はこれはカウントしません。妥協せずにいきましょう。覆われた怒り、虚無吸血で結構好きな感じだけども、まあ一番左が良くないからダメですね。いいの出たね。監守のサイスの、流れ込む魂と重力付きで、さらにクリティカルまでついてるってやつですね。悪くない。でもそれ以上にこっちがね、良かったかな。殺戮のクロスボウ、このクロスボウ系で、高火力のやつの無限ダイナモがちょうど欲しかったのよ。出た、貫通ダイナモ、一番右は、まあ虚無あたり入れてればいいのかな。で黄金でさらに重力がついてるのでいいと思います。これちょっと欲しかったので、使ってみようかな。ただこの、武器ダメージとダイナモ、どうなんだろうね。無限ダイナモにしたらダメージどんな感じになるんだろう、わかんないけども、まあ一応試したかったのでこれゲット。闘志の締め具、旋風輝きクリティカル、まあ普通だね。普通だな。まあ一応持っとくけども、ダメ、これじゃない。これはちょっと惜しかったな。クールダウンショットとバーストボーストリング、まあ同じところだけどついてるね。で黄金もついてるっていうのでよかったんだけども、まあこんなもんか。他はよろしくないね。ちょっと時間がかかってる。そろそろ出てきてほしいな。覆われた怒り、いいよいいよ。左が虚無、真ん中リフレッシュ、右側弱体化、使っていける。で黄金なんだよね。問題は黄金。ここで何かいいのがつけば最高です。あー、追い打ち、いやーよかったよ。追い打ちはいいよ。なぜ1だ。3だったらこれ結構強かったけどな。3だったらかなり強かったと思うけど、まあ採用してもいいぐらいのやつだと思うけどね。あーでも微妙か。いやでも結構時間かかってるしな。とりあえずこれ採用して、残り3回いく。残り3回、27、8分で終わるから残り3回やります。はい、追われた怒りゲット。どうだ。あークールダウンなし。ベノムグレイブもいまいちかな。つった、エイリー1か。3だったらまだ良かったけども、あこれ3だったら結構使えたけどな。悪くない。
まあ、この中だったらこれでしょう。じゃあ残り2回いきますね。ラスト2回目。微妙。夜の棒はどうだ。まあまあ流れ込む魂はあるけども、他がダメだね。流れ込む魂とクールダウン編成があれば、ちょっと使い道はあるんだけども、これはいらないかな。10、いや、いらないな。いらないな。まあ、真ん中輝きにして左を吸血。で、右を衝撃波にすれば、まあなかなか、補助寄りのやつにはなるだろうけど、いらないな。はい。じゃあ残りラスト1回、頑張ろう。ラストはどうだ。おお、来た。いや、わかんない。わかんない。わかんないよ。まあ、とりあえず愛のスペル棒。バーストボーストリングついてて惜しいね。惜しいよ。まあ、グレイブ。まあまあ、これは置いときましょう。頼むよ。クールダウン付きで、正解。ダメか。ダメか。まあ、そう簡単には出ないか。そうね。はい。じゃあ今日はこんな感じです。おしまいだな。はい。ということで、戻ってきました。やっぱりなかなかね、出ないわな。なかなか出ない。やっぱいい装備厳選するなら古代狩りの方がいいのかな。いやでもね、パワーがやっぱり高い方が、強いんだわな。まあ、パワーも高くて、エンチャントもいいやつってなると、やっぱなかなか出ません。でも、頑張っていきましょう。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。